はレクサス GX がついに出ましたねということで、ちょっと事前のあれなんですけど、このまま動画をやっていきたいと思います。なのでね、ちょっと声のトーンも落とし目、夜収録でやっております。もう早めに作っとくと、もう作ってその日にすぐ出せるようにするっていうのがコツですからね。じゃあここがすごいというポイントでやっていきます。じゃあ一つ目ですが、まずはね、ここからですよ。日本で発売と、まあ、従来モデルは海外専売モデルだったんですよね。そう、まあ、日本ではプラドを買ってくださいって状態だったのが、ついに日本国内でもこの GX が正規で購入できると。まあ、LM も入ったりとか、まあ、LX もね、言うて2018年とかに入ってますから、で ES とかもね、入るまで若干ラグありましたけど、国内に、まあ、結構ラグあったな。ウィンダムなくなって ES 国内に導入されるまで結構ラグありましたけど、まあレクサスのラインナップもだいぶ揃ってきたなと、国内でね。まあレクサスファン、レクサス大好きな身としてはすごい嬉しい限りでございます。じゃあここがすごい2つ目ですが、見た目がかっこいいと。このカクカクした感じいいですよね。かっこいい、もういかにもオフロード行く感じがあって、ごつかっこいい。あと僕ね、スピンドルボディは肯定派です。むしろ大好き。あの知り合いのね、あの女の子とかに、あの現行型の RX の写真を送ったら、この新型のやつダサいって言われちゃって、 NX とかそんな抵抗なかったから、スピンドルボディ結構嫌われてる率が高くて、僕はすごい泣きそうになるっていうのは、まあジョークなんです。泣きそうになるまではいかないけど、残念だなって思うポイントであったんだけど、まあ僕は肯定派です、むしろ好き。ユニファイズドスピンドルってあの LBX とか LM のスピンドルより僕はこっちの方が好きです。ユニファイズドはね、ちょっとヒュンダイっぽくてやだそれは思う。ヒュンダイ車みたいでやだっていうのは、ヒュンダイ車が僕あんま好きじゃないっていうか、まあ、韓国車自体あんまいいイメージはないですよね。中国車もそうですけど、 BYD とかね、色眼鏡で見ちゃいけないのはわかるけど、ちょっとあんまりいいイメージはないですから、まあ、僕はこっちが好きです、レクサスのデザインでは。まあ、あと普通のスピンドルグリルとかね、 NX とか LX とかの。じゃあここがすごい3つ目ですが、ハーフバックドアが、まあ、LX にあったのが今回、まあ、こっちにつくよと。まあ、LX はパワーリアゲートになってますよという感じです。僕ね、実は11月かな、あのドライアスさんのオフ会で LX 見さすのオフロードね、見させてもらいましたけど、緊張で全然覚えてねえっていうドライアスさんのオフ会。今度の時は緊張しないかな、大丈夫かな、またやる時は。そう、緊張しちゃったんですよ。そう、めちゃくちゃ緊張で記憶ないし、途中ちょっと吐きそうになるっていういや、ワンソクさんに会える回緊張するでしょっていう話をね。ってことで、多分ここの視聴者さんってみんなワンソクチューブ絶対通ってきてると思うんで、あの緊張するしないとかコメント書いていただければ、ワンソクさんに会う時って、緊張、会うとなると緊張しますかみたいな。まあ、僕は緊張心なだけかもしんないけどね。まあ、そのオフ会でね、あのオフ会のイロハとかも学んだんでね、物とかも用意して、オフ会用の名刺も作ったし、たまたまもらったインプレッサのネックストラップもあるし、じゃあここがすごいの4つ目ですが、タッチトレースオペレーションではないと。ステアリングスイッチがちゃんと物理スイッチで用意されてるということで、やっぱこっちの方が理想的ですよ、正直ね。それはそう。じゃあここがすごい5つ目のポイントですが、電動パワーステになってます。まあオフロード行く車って油圧パワーステだったりすることが多いと思うんですよ。で実際ランクル300とかも油圧パワーステに電動アクチュエーターをつないで、まあ、レーントレスアシストを実現しているというものになってたんですが、まあ、LX とか GX とか今度出る250も電動パワーステになってます。なのでこの辺は、やっぱレクサスっていうブランドのもっとやっぱ上位にあるんだなって思いますけど、まあステアフィールとかも、だからランクルはあんまってワンソクさん言ってたけど、あとなんかレーントレースアシストの若干時の挙動が気持ち悪かったとか言ってたのかな、300は。でやっぱ LX はちゃんとその辺は電動パワーステだから、
もう最高って言ってたね。まあ、トヨタって運転支援やっぱ充実してますから、やっぱね、せっかくならやっぱ電動パースでね、フルに発揮していただきたいというとこですよ、僕からしたらね。じゃあここがすごい6つ目のポイントですが、3列目シートもあります。でなんかね、事前情報では2列目のキャプテン仕様もあるとかいう話ですけど、まあ実際どうなのかと。まあ、ただ RX がね、3列シートモデルがなくなったので、まあ、GX がそこを担うのか否かというとこですけど、まあ、LX と LM だけだとね、あれだと思いますから、まあ、本来的にはね、海外で発売されてる TX を入れればいいんでしょうけど、なかなか入ってこないというとこです。じゃあ、ここがすごい。7つ目のポイントですが、3.5 リッター V6 ツインターボにダイレクトシフト 10AT、まあ、10速 AT ですね。うん、これもね、言うたら、ランクル300とか。LX と同じわけですよ。250にはこれ採用されてないですから、しかも国内モデルの250はなんかしょっぽいエンジンをキャリーオーバーで使うとかだったんで、古いタイプのね、4発の 2.7 リッター、だからダイナミック構成エンジン以前のエンジンを使うということで、これがだから3リッターが新開発されるとか、あったけどそれはなかったと。まあ、個人的にはね、2.4 リッターターボでもいいと思うんですよ。別に NX とかベルファイアの Z プレミアとかで採用実績あるんだから、それをまあクラスポとかランクル250に入れるのもいいとは思ったんだけど、入れなかったと。ベルファイアよりそっちでしょとは思いますけどね。うん、まあでも GX ならこの 3.5 リッターのパワーのある、しかも新世代エンジンですから、ちゃんとダイナミック構成エンジンだったはずなんで、うん、まあこっちの方がやっぱいいですよ。うん、まあ、新型車なんでね、せっかくエンジンも新しくなった方がいいでしょ。じゃあここがすごい8個目のポイントですが、14インチのナビディスプレイがつきます。これはだから LX 以上ですよ。 LX あれ 12.3 インチワイルドなので、このでかいナビがつくと、まあベルファイアとか RX とか NX と同じナビですね。うん、あと RZ とかね、あの辺とも同じナビが使われますというところ。まあ、このナビシステムがね、いろいろ割り込み表示ホニョホニョとかは、またちょっとここがアカンポイントみたいなところで言おうと思いますけど、まあ、つくというところは、うん、ブレイクスルーしてるなと思います。また LX だとね、2画面になってますから、まあその辺の違いもあるんでしょうけどね。じゃあここがすごい9個目のポイントですが、12.3 インチのフル液晶メーターがついに採用と。LX にはまだついてないんですよね。だからこれもキントファクトリーとかで納車済みのオーナーさんの救済措置みたいなのがあるといいなと思うんですけど、まあ現状ないと。メーターね、そう。だからレクサスでこのでかい14インチのナビがついてフル液晶メーターがつくのは初じゃないかな。だって逆に言うとベルファイアの方が先だったと。だからベルファイアがだからね、進みすぎちゃったっていう、本当にいい意味で言っちゃいけないとこまで行っちゃったっていうのは思いましたけど、まあようやくレクサスもこの内装になってきてると。もう装備も充実してきたなと。まあ開発時期の都合とかね、いろいろあるんでしょうけど、なんかムムムと思うポイントだったんで、ここは直って嬉しいです。じゃあすごい10個目のポイントですが、蓋付きのドリンクホルダーになってます。ここ細かいとこなんだけど、LX 蓋ないのよ。うん。だからこっちの方がやっぱいいですよ、見栄え的にね。あと思ったのは、この蓋が、アリアのさ、蓋付きのドリンクホルダーに似てますよね。パクったアリアのやつ。嘘。僕別に、レクサスが嫌いとかじゃなくて、レクサス大好きなんで、日産も大好きなんで、別に僕フラットで見てますけど、そう、アリアのね、蓋付きのドリンクホルダーもこんなデザインですよね。やっぱこれいいですよ。うん、こっちの方が。てか、ベルファイアでさ、蓋閉まるのに、クラウンとか、RX とか、LX で蓋閉まんないのは、まあ、これまたムムムですよ。で、しかもね、LBX みたく変なとこにね、あるっていうこともないので、いやー、よくできてるな、うん、レクサス。じゃあ、ここがすごい、11個目のポイントですが、プロアクティブドライビングアシストありそうと。まあ、これも LX にはつかなかったと。いうところで、ちょっと LX ね、そう、出た時期がね、12年の頭とか、じゃあ22年のね、頭とかに発売になってるけど、まあ、ボクシーとかも同じぐらいの時期に発売されて、
まあ、装備で言うとボクシーに負けてたんで、ちょっとぐぬぬと思うポイントですけど、まあ、GX はちゃんと超えてきてると。じゃあ、ここがすごい。12個目のポイントですが、レーンチェンジアシスト。これありそうですね。うん。まあ、なんでかっていうと、次最後のここの13個目の要素ですが、まあ、あれですよ。僕の大好きな。そう。アドバンストドライブっていう高速道路で、時速40キロ未満という渋滞中に限り、手放し、足放し、ハンズオフ、やっちゃえレクサスができる機能っていうのが、まあ、GX には今回採用されてそうです。ドライバーモニターセンサーとかもあるんで、あると思います。うん。これ LX にも付いてないんですよ。そう、NX、LX に付いてなくて、ボクシーにあるから、僕がね、まあ、ボクシーはすごいね、とか言いつつ、NX とか LX にも付けてよってずっと言ってるんですけど、まあ、NX 今年の年次改良でも、ここに関しては手が入らずと、ちょっと残念と。いうところなんですけど、まあ、GX はちゃんと入ってた。だからこれも個人的には LX とか GX では、じゃあ LX とか NX では、キントファクトリーとかでできないものかなとは思うんですけど、まあ、残念ながらないというようなところで。まあ、やっちゃえ日産ごっこの練習ができるという機能も、やっぱ新しい車だからついてると。別に新しさ以外でもね、そう、まあ、元々だってボクシーと、同じ時期に発売されてる LX に付かなかったのは、ちょっとねって思いますけどね。そのランクルと同時期に開発してたとかはあるかもしんないけど、そこはどうにかしてほしかったなというところで、ご視聴ありがとうございました。